サインアドバイザーアグリンのアグリンチャンネルです。ご視聴ありがとうございます。今回はトウモロコシが大きくなってきたらやるお世話についてお話していきたいと思います。はじめに簡単にこちらのトウモロコシをおさらいしますと、品種は坂田の種のゴールドラッシュです。種をまいたのは3月の上旬で、自分たちで苗を育て約3週間後の本葉3枚、草丈が10センチの頃に苗を植え付けています。植える前には元肥として市販の鶏粉と貝殻石灰を撒いています。幅95センチの黒のポリマルチを使用し、株間30センチの2畳植えで植えています。苗を植えた頃はまだ霜が降りる可能性があったので、防寒対策として不織布のベタ掛けとビニールトンネルをしています。4月の中旬になり、今年はこの後霜が降りる可能性がほとんどなくなったので、今回はまずベタ掛けした不織布を取り外したいと思います。まずはトンネルの裾を開けていきます。不織布を取り外しましたが、苗を植えてから順調に大きくなっています。トウモロコシの生育適温は20度から30度と高く、低温に弱いです。トウモロコシは霜に当たると枯れてしまうので、霜に当たらないようにするのはもちろん、このように保温することで生育が早まります。ただ、ある程度の大きさになると、今度は不織布が邪魔になってしまうので、まずは不織布を取り外し、トンネルの裾も常に開けている状態にしてください。次に、このように既に上側に草が生えているので除草します。このような感じで除草していきます。今回のように小さい草の場合はいいですが、トウモロコシは直根性のため、大きい草を無理に引き抜くとトウモロコシを傷つけてしまいます。雑草が大きい場合は無理に抜き取らず、ハサミで切るようにしてみてください。次に追肥と土寄せをしていきます。通常、1回目の追肥は、本葉が6枚から8枚、草丈が50センチ程度の時にやります。ただ私たちの場合、元肥をそこまで入れずに、1回目の追肥は、草丈が10センチから20センチ程度の時にやります。そして、この後、草丈が50センチ程度の時に、2回目の追肥をします。元肥をしっかりと入れていて、葉の色が濃い方はこのタイミングでやる必要はありませんが、元肥の量が少なかったり、葉の色が薄い方は追肥をしてみてください。今回は株の周りに鶏粉を一つまみずつ撒いていきたいと思います。それでは撒いていきます。鶏粉を一つまみ、株の周りに撒いていきます。
そして上から土をかけます。このように追肥と同時に土寄せもします。こうすることで倒伏防止にもなります。トウモロコシは肥料を多く必要とします。充実した実を収穫するにはある程度強めの創生を維持する必要があります。ですので肥料切れを起こさないように一般的な追肥のタイミング以外でも創生が弱い場合には追肥をしてみてください。また今の時期はそこまで水分を必要としませんが、あまりにも土が乾燥している場合にはじょうろなどを使って水やりもするようにしてください。今回はトウモロコシが大きくなってきたらやるお世話についてお話してきました。この後こちらのトンネルは霜の心配が完全になくなったら取り外したいと思います。トウモロコシは特に多くの肥料を必要とするので、肥料切れを起こさないように早め早めに追肥をするようにしてください。この後の管理作業についても随時動画配信する予定ですので、ぜひ継続してご覧ください。ぜひチャンネル登録をお願いします。メンバーシップではご質問にも答えしておりますので、メンバー登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。